皆さんこんにちは。私は今何駅に着いたでしょうか。駅の名前を聞き取ってください。足元にご注意ください。どうでしたか。知らないと聞き取れなかったかもしれません。代々木公園と言っていました。今日は東京の渋谷にある代々木公園を紹介します。まずは改札を出て4番出口へ向かいます。階段を上って外に出ます。右の方向に3分ぐらい歩いていくと公園の門があります。ここから入りましょう。西門です。地図を見てみましょう。この現在地、現在は present、 地は place、 つまり今いる場所のことです。広いですね。代々木公園は東京で6番目に広い公園だそうです。どこに行っていいかわからないので、とりあえずあちらに行きましょう。走っている人がいますね。と思ったら歩いていますね。坂なんで疲れたんですかね。立ち入りをご遠慮くださいと書いてあります。入らないでくださいという意味ですね。ちょっとこっちへ行ってみましょう。落ち葉がたくさんありますね。この日は11月26日でした。なので紅葉を見るには11月中旬頃がいいかもしれないですね。何かありますよ。行ってみましょう。日本初飛行の地と書いてあります。ここで初めて飛行機が飛んだんですね。ここは昔陸軍の基地だったそうです。知らなかったです。この日は朝まで雨が降っていたので地面が濡れています。でも日が差してきましたね。明るいですね。噴水がありますね。あれ、噴水と言います。漢字ではこう書きます。これも小さな噴水ですね。この漢字は吹き出す。この漢字は水という意味です。この水の部分を火に変えると噴火になりますよ。火が吹き出るからですね。イメージが湧きますか？漢字はこうやって連想してイメージするといいですね。階段があるのでちょっと行ってみましょう。これは歩道橋です。歩く道の橋と書きます。あ、救急車ですね。何かイベントをやっていますね。スペインフェスタでした。はい、ではここから公園に戻ります。今度は道路を渡ります。
何だろう、何の木だろう。とっても綺麗。おお。写真を撮っている人がいますね。ここは写真を撮るのにぴったりの場所ですね。ここも多分もう少し前に来たらもっと真っ黄色でとっても綺麗だったと思います。この黄色い葉っぱの木、何かわかりますか？これはイチョウの木です。イチョウにはオスの木とメスの木があります。そしてメスの木には実がなります。ブルーベリーと一緒ですね。実も落ちているのでちょっと見てみましょう。この丸いのが実です。潰れてますね。この実臭いんです。なので実が落ちているとすぐわかります。実の中にある種は食べられます。こう硬い殻の中に黄緑色の柔らかい実があります。これを銀杏と言います。銀杏はとても美味しいです。もし食べてみたければ回転寿司に行った時に茶碗蒸しというのを頼んでみてください。その中に一粒か二粒ぐらい入っていますよ。ここも綺麗ですね。カラスの鳴き声聞こえますか？日本ではカラスはカーカーと鳴きます。皆さんの言葉ではカラスは何と鳴きますか？ところで皆さん、鳥の漢字を知っていますか？これが鳥です。この漢字は鳥の形からできた漢字です。さて、カラスという漢字はこう書きます。違いは何でしょうか？そうです、カラスは一本線が足りないですね。実は鳥のこの部分は目を表しています。でもカラスは黒いので私たちからは目が見えない。なのでその分の線をなくしたのです。面白いですよね。うちの猫は黒猫なのでどこがどうなっているのかわからない時があります。とても可愛いです。代々木公園は東京で一番広い空を見ることができる場所だそうです。多分ここのことだと思うので行ってみましょう。東京で一番広い空という言葉を聞いた時、私はある詩を思い出しました。高村光太郎という人の詩です。千恵子は東京に空がないというという一文で始まります。千恵子は高村光太郎の奥さんです。短い詩なので全文を概要欄に書いておきますが、最後の5行だけ読ませてください。千恵子は遠くを見ながら言う。あたたら山の上に毎日出ている青い空が千恵子の本当の空だという。あどけない空の話である。千恵子はあたたら山のある福島県の出身です。高村光太郎と結婚して東京に住んでいましたが、東京に馴染めなかったようです。最後は心の病気になってしまいます。この詩は可愛い内容なんですが、
悲しい詩だなと思います。私は今山梨県の甲府市に住んでいます。甲府の素晴らしいところは360度山に囲まれているところです。どこを向いても山があります。山を見ると安心します。実は私はこの後用事がありました。はっと気づいたら待ち合わせまで20分しかありません。広すぎてこの公園を出るまでに10分以上かかりそうなので、遅刻しそうな気がしてきました。なので今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。